はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、今回久しぶりの動画投稿なんですが、虫が取れたので、ね、紹介したいと思います。で、何かと言います。これ分かる方いますかね。アルケスですね。アルケスツヤクワガタ。産地はですね、ミンダナオ産になります。アルケスっていうのはですね、まあ、こう見て黒色ツヤなんですけど、産地はですね、ルソン、カタンドゥネス。ですかね、多いのは。が多いんですけど、一番実は大型かつ極太になると言われているのは、このミンダナオ島のアルケスなんですよ。で、自分はもう、アルケスはもうミンダナオしか飼育しないって決めてるんですよね。で、理由がやっぱりこの極太の顎なんですよ。たまにはシャレにならないんで。やっぱね、違うんですよね。やっぱ、画像なんか見ていただくと、ネットで検索したら分かると思います。ミンダナオの、アルケスと、他のアルケス、全然太さが違うので、まあ、ここら辺ね、極太がいいだとか、そこら辺ちょっと好みが分かれてくるところなんですけど、自分も極太が好きなので、ミンダナオ島のアルケスばかり飼育してます。で前回、ティートプシーですね。依頼して、取ってきてもらって、そっから取れた幼虫は正直最後全滅しました。オスが結局全幼からさなぎで全部死に、メスは、1匹だけ、羽化したんですけど、結局もう早急化で他のやつより半年以上ね早く羽化して、結局最後の方もうまくオスが浮かせればギリギリペアリングできるかなって段階、結局1年ぐらい生きたんですよね。1年ぐらい生きて結局、まあ、オスが間に浮かせず死んだという状況なんですよ。で、まあ、今回は普通に業者が出してたのを買ったんで、あれなんですけど、産地はどこだった？ちょっと、ミンダナオのどこかちょっと忘れました。で、サイズは92ミリになります。これがオス。ちょっとこれ。なんだよな、触るの。ほんと、挟まれたらシャレになんないんですよ、アルケスなんちゅうの。見てもらったら、ものすごくこう、胴回りが太いんですよ。この手のやつ、まあ、カステルなのでもシャレになんないですけどね。で、こっちもメス、こっちはメスになります。まあ、メスも結構大きいです、やっぱり。最大種っていうか、ごついんで。で、まあ、産卵自体はものすごく簡単です。普通に、黒色、普通の、カブトマットで産みますし、で、今回は、セプテントリオナリスですね、の産卵に使ったマットをそのまま幼虫と卵だけと除いて、再利用という形でやります。まあ、その方が少し、ねっとりしてるんで、こういうツヤクワガタにはいいんですよ。ねっとりしてる方が少しね。方が産みやすいんで使います。で、まあ、アルケスに関して、今のところアルケスだけなんですけど、自分が、気をつけなきゃいけないと思ったのは、まず、まあ、基本的には簡単なんで、産卵は簡単なんですけど、まあ、ね、言えば、メス殺しに気をつけてほしいってことですね。自分過去に2度飼ってるんですけど、2度とも、メス殺しが発生しています。1回目はワンペアだけ飼って、同居させてたら、メスがやられたと。で、2度目は1オス2メス。トリオで買ったんですけど、ワンペアを同居させてたら、やっぱりそのメス殺されてました。なので、ものすごく、実は、アルケスというのは、メス殺しが激しい種類じゃないだろうかという、自分個人的な推測ですね。で、ミンダナオ島、他の島のやつは知らないんですけど、アルケス実は産齢後期から、最近かけての死亡率がちょっと高いんじゃないかなと思ってますね。全部、ほんと前作ってから死んでるんで、ちょっとそこら辺気をつけながらですね、飼育していきたいと思います。一応今回はもう孵化させることをまず目標で。で、やっぱり大型ですね。95ミリ以上、ね。
ビークアゲネスで確か 99. 点何ミリ、100ミリにあとちょ、ほんと届かなかったと思う、サイズぐらいだと思うんで、まあ、ね、一応、通訳は方は得意にしてますんでね、ちょっと動画にはしてないんです。ツイッターの方に上げてるんですけど、キプルツヤというボルネオと特有の種類がいるんですよ。で、一応、まあ、ね、産卵セット2ヶ月ぐらい使って、なんとかこう、ね、やりくりしたから、それも卵取れましたんで、一応そっちの方は、ツイッターとブログに上げてるんですけどね、一応そっちの方は、キプルツヤというのがいるんですけど、そっちは一応、産卵の前例は今のところ聞いたことないです。てか、虫が、生態が入ってきたのが、およそ10年前、10年前なので、データ自体が存在しないです、ほぼ。飼育データ自体が。なので、ちょっと今のところはですね、卵はもう結構丈夫なイメージがあるんで、まあ、いいよ。幼虫が孵化したらちょっと動画にしたいと思いますけど、ね、一応、まあ、インペリアリス、フェモラリス、キプルツヤ、ね、一応今年も一般的にちょっと難しいんじゃないかなって言われてる、通訳型を全部攻略して、産卵まで行き着いてるので、まあ、こいつらまでサクッと取って、ね、幼虫飼育に移りたいと思います。それではですね、動画を終わります。